2016年10月28日、テネシー州メンフィス国際空港からフロリダ州フォートローダーデール、ハリウッド国際空港までボーイング MD-10 の10階で運行していたフェデックスエクスプレス910便が着陸時における着陸装置の崩壊後に滑走路で横滑りして火災が発生したことにより、左エンジン及び左主翼が火災により完全に破壊された。 唯一の搭乗者であった二人のパイロットは無傷であった。航空機はボーイング MD-10 から10回で、1972年にダグラス DC-10 旅客機として製造され、後に貨物機に回収された。1997年8月にフェデックスに納入され、2003年にボーイングにより MD-10 にアップグレードされた。 この機は3つのゼネラルエレクトリック CF6 エンジンを搭載していた。事故当時の起動しは44年であった。FX910 便は現地時間17時50分にフォートローダーデールの滑走路10リットルに着陸した。管制塔は左エンジンから出火していると通報した。航空機は滑走路から左に逸脱し、滑走道端から約2000メートルで停止し、 左のメインギアが崩壊した状態で左翼が炎上した。空港はすべての滑走路を閉鎖し、緊急隊により消火した。二人のパイロットは負傷しなかったが、航空機は相当な損害を受けた。アメリカ国家運輸安全委員会は5人の調査員を現場に派遣し、調査を開始した。10月31日、NTSB は着陸後及び着陸滑走中に、 左のメインギアが破損したことを報告した。左エンジンと左翼が滑走路上を引きずり、航空機は左に向きを変え、滑走路から一部逸脱して停止した。二人のパイロットは非常脱出用ロープを使用して右のコックピットの窓から脱出した。負傷者は報告されていない。コックピットボイスレコーダー及びフライトデータレコーダーは分析のために ワシントンの NTSB の研究室に持ち込まれた。滑走路の検査後、NTSB は滑走路を運用に戻した。2018年8月23日、NTSB は事故の原因は左のメインギアがギア内で開始された金属疲労亀裂により破断した結果であると報告し、疲労亀裂はオーバーホール中に検出できた可能性が高いと付け加えた。 製造者であるボーイングは8年、または7500フライトごとのオーバーホールを推奨していたところ、フェデックスの社内規定では9年、または3万フライトごとのオーバーホールを指定していた。直近のオーバーホールは2008年2月に行われており、オーバーホールから事故まで8年8ヶ月が経過していた。ありがとうございます。